サラブレッド、サラブレッド、A、サラブレッドとは、18世紀初頭に、イギリスでアラブ馬やハンター、狩猟に用いられたイギリス在来の品種等から、競争用に品種改良された、軽種馬である。競争時には人を背負った状態で、数分間継続して50時速 70km の速度で走る能力を持つ。2002年に、 日本国内で行われた1000メートルのレースにおいて、600メートルから800メートル区間の200メートル、通過時間9.6秒、時速75キロメートルが計測されたことがある。この馬は、負担重量として56キロを背負っていた。短距離ではさらに速い速度が計測されており、2005年にマウントプレザントメドーズで行われた402メートルの下級戦で、 終端速度時速8 4トルを観測している。ただし、この距離では、クォーターホースの方が速く、同じ競馬場の同じコースにおいて、レース中間で時速9 2 4トルを観測している。競馬以外には、乗馬やボロなど多数の用途に使用される、オリンピックなどの馬術競技で活躍するサラブレッドも少数ながら存在し、 アメリカ合衆国の障害飛び越し電動馬22頭の、うち、サラブレッドは15頭にも及ぶ。語源は、セロー、完璧な、徹底的なブレッド、品種で、人為的に、完全管理された血統を意味する。対抗、肩までの高さは160から170センチメートルほど、体重は450から500キログラムが、標準的。頭は小さく、皮は長く。 胸や、伝部の筋肉は発達しており、速く走ることに向いている。だが、怪我をしやすく、物音や先行に弱いなど、肉体的、精神的にデリケートである。標準的な毛色は、影、黒影、栗毛、足毛で、他に青影、青毛、とちくり毛がある。白髪、月毛、河原の毛、透け目毛、白毛、かす毛、薄積毛はかなり珍しい、馬の毛色三章。 1791年以来、サラブレッドには厳格な血統登録が行われており、一頭一頭に必ず血統書が存在している。原則として、両親がサラブレッドでなければ、サラブレッドとは認められないが、サラブレッド系種に八大連続サラブレッドを掛け合わせた者は、審査を経て、サラブレッドと認められる場合がある。現在のすべてのサラブレッドは、不系。 サイアーラインを遡ると、ゴドルフィンアラビアン、バイアリーターク、ダーレーアラビアンのいずれかにたどり着く。これらを三大子祖という。ただしサラブレッドは前日のように、品種改良によって生み出された品種であり、三大子祖はいずれもサラブレッドではない。メス系、母系も一号族、二号族、三号族、と、ファミリーナンバーで分類されている。アラブ種の血が混じった馬は、 アラブ血量が25%未満ならば、サラブレッド系25%以上ならば、アングロアラブとなる。サラブレッドの生産は、繁殖品場に種付けすることから始まる。3月から6月までが、馬の発情期間であり、その間に適当な種母馬を種付けするのだが、種付け量は、種母馬によって違い、数千万円にも上る、人気種母馬から、事実上無料の馬もいる。 なお人工受精など人為的な方法による受精は認められておらず、自然交配でなければサラブレッドとして認められない。種付け後無事に受退、妊娠し、その後流産などがなければ、翌春には子馬が誕生する。馬の妊娠期間は11ヶ月なので、4月に種付けすれば、翌3月には生まれてくるのが普通である。子馬は、 生後間もなく立ち上がり母馬から初乳をもらう。生後後、6ヶ月で離乳を迎え、春に生まれた子馬は秋には、子分されることになり、親から引き離される。さらに2歳になる頃から調教を受け人を乗せることを覚えさせられ、早いものでは2歳の春頃から競争馬としてデビューする、以降競争馬参照。なおこれとは別に最初から、馬術競技馬として生産されるサラブレッドもいる。 以下競争場を参照。国別では、右の表に示すように、アメリカ合衆国、オーストラリア、ヨーロッパで、数多く生産されている。世界合計は1年間に、約9万頭である。特にアメリカのケンタッキー州は、世界の馬産の中心と言われ数多くの種ボバが、つなぎをされていることで知られている。また、アイルランドでは、クールモアグループが大生産拠点を築いており、 イギリスで走っている馬の多くがここで生産される。オーストラリアは世界で最も競馬が盛んとまで言われており、1万5000から1万8000頭の大きな生産規模を誇っている。日本における生産頭数は1992年の時点では1万2874頭。世界第3位を数えたが、その後景気低迷とともに減少し、 2011年には7,085頭まで落ち込んだ。このうち9割ほどが北海道で生産され、その中でも日高地方は特に重要である。次に多いのは青森県で、他、九州、茨城県等でも生産されている。馬の年齢の数え方は、生まれた時を0歳、当歳歳年、以後毎年1月1日。 南半球では8月1日に1歳ずつ年を取っていく。なお、日本では2000年まで数え年を採用し、生まれた時を1歳として数っていたため、2000年以前の年齢については注意が必要である。詳しくは、バレエ参照。サラブレッドは、アラブ馬やイギリス在来のハンター等をもとに作られた品種である。17世紀から18世紀にかけ、 平和を通じて徐々に通った改良が行われ確立した。当時は、対抗15ハンド、約152.4センチメートルが標準的で、当時のサラブレッドを描いた絵画には、アラブ馬の特徴を示すものがよくある。その後次第に大型化、19世紀初頭に16ハンド、約162.56センチメートルと現在のものに近くなり、体型も変化した。 速力も現在では、アラブ史と比較にならないほど高速化している。現在サラブレッドを定義づけている、血統書、ジェネラルスタッド・ブックは1791年に、創刊された。第一巻に、サラブレッドという単語は全く登場せず、1836年に、刊行された第四巻で、初めて、本書は、サラブレッドの登録書であるの旨が明記された。それ以前は単に、 ランニングホースと呼ばれており、一般にサラブレッドという呼び方が定着したは、ジェネラルスタッドブックより少し遡るが、それでも18世紀末であった。展示て、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。